あ、そういえば堀市のまんまやった。堀市のまんまやった。堀市から普通のマグニーに戻るとはい、どうも改めましてマグニーでございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、こちらからのスタートでございます。はい、ご覧ください。47まで貯めました。剣をちょっと最強にするぐらいなんですけど、他にもまあいろいろちょっと準備してみました。ちょっとなんかやってみようかと思って、せっかくレベル貯まったので、47もあればね、そこそこできるんじゃないかなということでね、やっていきましょう。はい、まずはですね、こちら最強の剣を最強にするために、あとね、名前つけたいと思うんですけど、名前はまた後ほどやりますね。いくよ、最強の剣、いいのできました。あと火属性とかつけるといいかもしれないですね。ちょっとこのダイヤのヘルメット持ってきたんで、こいつにですね、水中採掘と水中呼吸って同時につけれるのかしら。一緒につけれるのかな。ちょっとチャレンジ。あ、つく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 、こいつに水中採掘つける。あれ、こいつにつけます。で、採掘で強くならない。うわ、くそ。じゃあ水中採掘を2つ掛け合わせてみます。うわ、限界なのね。で、呼吸は、呼吸を足すとどうなる。あ、2になったぞ2になったぞ2になったぞ。耐久力がね、なんか1のやつが何個かあったので、それをちょっと合体させてね、つけよう。いやー、いやー、そんな使うの？ありがとうございます。あと、じゃあ、耐久力の、ほら、エンチャント本が、いくつかあれば、いいわけだ。こいつ強くできるし、水中呼吸とね。よし、じゃあ、残りのエンチャント、あんまりないけど、経験値使っていきましょう。本日の、エンチャントのゴール！よしよし、ちょうど、個数的にもいいじゃないですか。いくよ、いくよ、いくよ、いくよ。おい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 、全然必要ないじゃん。これがステエンチャね。こういうことですよね、ステエンチャというのはね。本も6冊しかないし、落下耐性にしとこうかな。よし、効率強化、ダメージ軽減、ダメージ軽減じゃもらっとくよ。あと3つです。さあ、どこまでできるか。おお、でも水中採掘はダメなのか。結局ダメだったような気がするんだけど、一応もらっとくよ。ね。まだまだあるよ。効率強化。もらっとこう。もらっとこう。最後の一ついく。ラストワン。必要ない。このヘルメット作るので精一杯でございました。よーし。これで水の中でも呼吸できるし、掘れるし、水の中で歩けるし、落ちてもダメージを食らわなくなりました。はい、やっぱりね、ヘルメットとね、ブーツっていうのがね、大事でございますよ。はい、それでですね、こちらのコメントご覧ください。 1.9 情報、様々な音が追加変更されました。今のところのリストですということで、ガーッと書いてます。この中でちょっと気になるのが一つ、こちらです。殺人ウサギの攻撃音。殺人ウサギってそもそも何なんだよって話じゃないですか。殺人ウサギ怖いよね。そしてね、昨日はですね、最強の堀市ということでですね、掘りまくったわけなんですよ。あの掘れ具合たるや、アドレナリンが噴出するわけですよ。それで私ね、昨日無駄にね、山を削っちゃったわけなんですけれどもね、そちらに対してのコメント、こちら、別に山を削らなくてもよかったよって分かってたんです。分かっていながらもね、あの辺を削っちゃったわけではございますよ、わけでございます。高さ40までしか、スライムは40以下しか湧かないっていうの分かってんですよ。分かってんだけど、掘りたくなるんですよね、あの状況、あの掘り師になった瞬間に。はい、そしてね、そうだそうだ、こちらのコメントご覧ください。名前つけてくださいということでですね、今回の使っていたツルハシに名前をつけてくださいということで、つけましょう。はい、いくよ。これ全部消して、はい、うわー、コスト足らない。そんな高いんすか。はい、こいつの名前はもうちょっといいの思いつかなかったので、はい、堀市専用ツルハシね、ツルハシが一応大阪のツルハシになっているというところだけちょっと考慮していただけると、ドーン、はい、堀市専用ツルハシの出来上がりでございます。コメントありがとうございます。
はい、それでですね、今日は一体何をするのかなんですが、こちらのコメントをご覧ください。マグマの中をトロッコが走ってるみたいにしてかっこよくないですかっていうことと、もう一つこちら、床の照明はマグマを流してみたらネザー感出ますよということで、こちらは、はい、こちらに対する、コメントでございます。なのでこれ床ね、これマグマ流す、もしくはこの周りせっかく埋めたけどガラスに変えて全部、マグマにする、それはちょっと厳しいな。この下にちょっとマグマを流してみたいなと、そういう風に考えております。でですね、ちょっとガラスが足りないなっていうような気がするので、ご無沙汰、久々にですね、こちら行きましょう。はい、ご無沙汰でございます。バイオハザードさんの村でございますが、もう夜ですね、思いっきり夜ですね。お休みしましょう。お休み。はい、途中下車。皆様にね、ちょっと伝え忘れてたんですけれども、さっき砂漠でサボテンを手に入れて思い出したんですけれども、サボテンの自動仕分けポイント、サボテンが集まる場所がここにできました。これ知ってました？言ったかな？これ関係ない。はい、サボテンで結構集まりましたね。でサトウキビより全然ペース早いんですよね。なぜかサトウキビペースが遅いんだな、これ。俺が師匠さんを求めているがゆえにでしょうね。じゃあ砂を、集めてきた砂をね、ここに入れます。焼かないのかよと思った皆様。焼くんですよ。焼くんですけれども、もう実は、焼いてます。現時点でかなり湧いてます。いや、湧いてますじゃね、焼いてます。今持ってる、今焼けたてのこのガラスとですね、ここにあるガラスを一緒に持っていけば多分足りるだろうということで、行きたいと思います。どうにかして、その線路の下をですね、マグマっぽくしてかっこよくしたいと考えております。まあそうすればですね、改めてこう照明を引く必要もないので、確かにね、効率的といえば効率的です。まあただしね、作業自体が効率的かどうかっていうのは別としてです。これ全部下やりたいですよね、どうせならね。まあその辺も視野に入れながらやっていきましょうかね。この要するにこの砂の下ですね、砂の下は落ちないようにちょっと、加工を施しておかないとですね。こうなっちゃうでしょ。こうなっちゃうでしょ。こう取って、あ、やばい、サボテンあるな。ここは、こうして、で、はい、こうしてあげれば大丈夫でしょう。あとは、下をくり抜いてマグマを流していくんだけど、ね、ネザーラックは意外とこう、掘るの楽なので、多分大丈夫だとは思うんですが、まあ、どんな感じであと掘っていくかですよね。マグマをいい感じに流すって言って、どういう風にすればいいのかっていうのもちょっと想像つかないので。はい、掘り抜きました。まだ残ってたはずだ。あのポーションが、こちらだ。ダーン！あ、違う。ダーン！耐火のポーション。マグマの中って呼吸どうなんだろうね。一回やったことあるんだけどね、その呼吸ができたかできてないかっていうのがちょっと覚えてないんですよね。まあいいや、とりあえず行こう。この部分ですよ、この部分。変えていきたいのは。ここね。ここなんですよね。ここ変えておけばですね、かなりおしゃれな感じにはなるのでね。こういう感じで掘っていきますか。この奥、これ、多いよ、こう、こうやってね。こうやって。ここと、はい、ここ。はい。ここだけ掘っとけば大丈夫ですね。あと、こう、はめていけばいいだけなので。よし、オッケー。あとは、ここにね、マグマを流していくだけなんですけど、まあ、どういう感じで流していくのが一番いいんでしょうかね。マグマ組ポイントいって、まあ、階段とかつけないとね。あら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 いっぱいいっぱいなっちゃった。これいらないし、これいらないし、これいらないし、めっちゃも無駄なことしちゃいましたね。じゃあちょっとまず飲みますね。いただきます。おーし、これで燃えても大丈夫なボディになりましたよ。そして、
このあたりに置いて、これ流してみましょうか。どんな感じになっていくのかですよ、広がり的に。広がり的にね。でそれをまたここに置いてみる。あ、でここに置いてみる、置いてみる、置いてみる。おー、あ、そういう感じになるのね。こうやってこう地道に追加していくしかないですね。またね、このね、マグマの火がなかなか消えないんですよ。それもちょっと前に経験済みです。全然消えないの、これ。分かった、分かりました。皆さん、この上のガラスを標的にして置きゃいいんですよ。ほら、そうすればね、こうまんべんなくマグマを振り分けることができますよ。ちょっとバケツが足りないな。バケツが余計なものちょっと持って、これガラスとか作った意味なかったですね、これね。ちょっとじゃあ上から覗きましょう。うわー、気持ち悪いところに波ができてますね。これも全部埋めたいよね。うわー、にしてもネザーのやつはみ出てるな。はみ出てますね。あそこも気持ち悪いですね。最後のね、ポーションを使って、できるところまでやって今日は終わりたいと思います。すっげえ気になるな、あの周り全部変えてやろう。昨日からですね、こういう特殊な映像が、たくさん続いておりますが、そういった意味でもですね、マグニチャンネルをお楽しみいただければと思います。ここも穴開いてる、これが掘ってもうたんか。はい、出てまいりました。これでですね、不自然なく、見れるようになったとは思うんですけどね。まあ いや、またね、ちょっと直すべきところがあれば直しましょう。とりあえずですね、残されたあと3分、マグマ、流せられるだけ流したいと思います。よいしょ。はい。ただ、マグマを救うだけのために1分も使ってしまいましたが、もうダメですね、これ。ちょっと戻らないと、焼け死ぬことになってしまいそうなので、ちょっとだけね、ほんのちょっとだけ、流して、で、すぐ戻りたいと思います。あ、ほんまに時間ないな、このままやってても。じゃあ、例えば、この状況で、ここ。ね。で、この状況で、ここ。ね、こういう感じで、一マスずつ埋めていくしかないのかなと。あか、もう戻ろう。あかあかあか。絶対間に合えへんぞ、これ。やばい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 。命が危ない。タイムリミット1分。これで、帰れるかな。一番近い水辺どこかな。早くしてくれ。水辺が思いつかない。水辺どこやったかな。もうないのよ、ないのよ。耐火のポーションなんて。あばあ、ちょ、20秒。うわあ、マジでマジで。ジャンプダッシュ。ありがとうございます。うっす、2。1テロー。あー、というわけでですね、今日もなんか変な映像となってしまいましたけれども、ご覧いただきまして誠にありがとうございました。結構手間かかるんですね。やってみて分かりましたが、最近やり残してることがたくさんある気がしてきてるんですけど、まあ一個ずつ終わらせていきましょう。生放送でもね、ちょっとやっていきたいと思ってますんでね、1回でも生放送やると多分何回でもできるようになると思うんで、まあまあ皆様、気長にお待ちいただければと思います。そればっかり言ってるけども。はい。じゃあ、今日もご覧いただきまして、ありがとうございました。これに、うまかーん、ジェッケーネー、エンバツ、アンバツ、ジェッケーネー、エンバツ。ほな。